会いたーい、飯豊環奈となみなみです。皆さんいつも YouTube 見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、普段はこう横向きそうだね、こうやってやってるねやってるんですけど、今日はちょっとあの報告がありまして、はい、今日が7月の3日なんですけど、はい、あの私がもう里帰りで沖縄に帰ってきてて、うん、今2人とも沖縄にいるんですけど、はい、明日から、そうなんです、私がね、はい、東京に戻るんですよね。そうなんですよ、遠距離恋愛か、はい、恋愛なんていうのこれ活動、そうか、遠距離活動になっちゃうんですよ、はい、なのでちょっと YouTube の更新の頻度が下がっちゃったり、うん、まあ、でもできるだけやりたいんですけど、うん、ちょっと今それを試行錯誤中です、うん、どういう風にやっていくかを試行錯誤中です、うん、まあ、いろいろね2人でね提案出し合って結構固まってはいるけど、そう、うん、もうちょっとかかりそうなので、そうなので、うん、ちょっとの期間だけあの更新できなくなるので、うん、その報告 の、うん、あの V を今回してます、はい、まずは出産を頑張って、はい、まあ、なみなみとも再会が、うん、多分出産後になるんですよね。だからもう次会う時はいるんでしょ。そう、多分お母ちゃんがいるはずね、うん、ちょっとゆるく、そうだね、まあ、よんなよんな、うん、ちょっとうちのタイムに戻って、うん、やっていくので、はい、ぜひそれも気長にというか、うん、気長にではないね、楽しみに楽しみに待っててくれたら嬉しいなと思います、はい、まずは出産頑張ります。そうだよ、本当に頑張ってくださいねでも結構曲作り半端なくしてるよね。そうだね、もうめっちゃ曲溜まってて、うん、新しい曲、そう、なんかこの期間に、まあ、結構そら最近までは歌うことをメインにやってたじゃん、うん、いろんな曲を方言で、ね、あの歌わせてもらってたんですけど、多分飯豊が YouTube を上げてない期間っていうのはほぼ曲作りしてるので、うん、あ、今二人は新しい曲を生んでるんだなみたいな感じで楽しみに待っててくれたら嬉しいなと思います、うん、はい、ぜひ楽しみにしててください、はい、それでは皆さんまた再会できる日を楽しみにしてます、はい、以上飯豊環奈となみなみでした。